皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。さくやずチャンネル始まるよ。今日は資格限定シリーズなんですが、すでに取得した資格ではなくて、2回落ちている試験の、申し込み書です。正直病気になってから受けるのは元気な時で落ちてたので、申し込み自体も今回は躊躇しましたが、1年に1回しかないですし、来年の2月元気でいられるかもしれないので、そもそもね、それまでに勉強しなきゃいけないんですけれども、一つまた選択をしましたということで、皆さんにご報告をすることで頑張れるかなと思いまして、動画を作らせていただきました。大変短い動画になりますが、温かく見守っていただければと思います。簡単だという人もいるかもしれないんですけれども、19科目すべてにおいて0点科目があってはいけない。そして全体で 60% 以上ですので、150問中90点以上ですね、取らなきゃいけないということになりますので、かなりね、毎年難しいです。合格率はね、2、3割ですね、いつも。できれば、今まで一度も行かなかったんですけれども、試験対策講座に今回は行ければなんですが、行きたいなっていう、気持ちも決意も含めてこの動画を作らせていただきました。はい、これを明日投函してきます。この動画がアップされる時にはすでに投函というかすでに、郵送済みだと思いますけれども、応援していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。